県庁おもてなしかは、有川博著作の日本の小説、および小説を原作とした日本映画、2011年3月29日に角川書店より発売、文庫本は2013年4月5日に発売された。雑誌、ダビンチのブックオブザイヤー2011総合、恋愛ランキング部門で第1位を獲得した。有川博本人の出身地である、 高知県を舞台とした小説で自身が高知県から観光特使を依頼された際の体験から書き起こされた。本編後書きなどによれば高知県から観光特使を依頼され、有川もこれを承諾したものの以降の連絡がなく、ことの成り行きを案じた有川が問い合わせたところ、実質は何も定まっていなかったという。このエピソードは本編冒頭で再現され、 物語はこのエピソードをきっかけとしてスタートする。題材となるのは実際に高知県観光振興部に存在するおもてなしかである。物語はおもてなしかないの人間関係、またおもてなしかをオブザーバー的立場でサポートする深淵一家の人間関係を中心として展開しつつ舞台となる高知県の特色を押し出している。 2013年5月11日公開。配給は東方。作品名にもあるおもてなしかは実際に高知県庁に存在する。この実在のおもてなしかをモデルとして物語が作られた。西木の両主演の映画としては映画ちょんまげプーリりに続き2作目となる。全国293スクリーンで公開され、2013年5月11、12日の 初日2日間で、公衆1億に439万に200円、動員9万8076人になり、映画観客動員ランキングで初登場第3位となった。最終公衆は6億9千万円。高知県庁におもてなしかと呼ばれる新部署が観光促進のために設けられた。やる気がありすぎる若手職員、かかり水はバイトで働き始めた滝と共に、 一般人の目線に立っておもてなし顔を動かしていく。2013年11月22日発売。発売元は角川書店。販売元は東方。ありがとうございます。